皆さんこんにちは。今回は巨人の丸佳浩選手のライオフの去就について詳しく解説していきたいと思います。丸選手は2019年に広島から FA で巨人に加入しました。5年契約の最終年となった昨シーズンは打率2割4分4厘18本塁打47打点と苦しみ、 FA 権を保持していましたが、僕が FA をしたところでっていう話とあっさり残留。年俸は1億7000万円ダウンの2億5000万円となりました。一方、阿部監督は就任直後から坂本、岡本、門脇の内野手3人をレギュラーと公言。丸選手は含まれず、外野争いは白紙とされました。周囲には丸は終わったと揶揄されましたが、シーズン終了後には若手中心の秋季練習に志願参加して皆勤賞、秋広、新人の佐々木、萩尾若手に押し出される可能性があった中、しぶとく開幕スタメンに滑り込むと、近打線の中にあって存在感を発揮、一番打者としてチームを牽引しています。去る球界関係者によると、5年契約が切れた昨オフ、古巣の広島が水面下で丸の復帰を模索していた。野球への取り組みなど若手の手本になる点、鈴木、西川と相次いで流出した外野手に若手の台頭が少ない。巨人同様、得点力不足の打線が課題で、特に核がいない。 FA で出ていった経緯はあるにせよ、球団幹部はうちが適正な年俸を提示できなかったから FA 移籍は仕方ないと漏らしていて、今は恨みのような感情はないようです。 FA でチームを去りながら、黒田は40歳、現監督の新井も38歳を迎えるシーズンに復帰していますからとのことです。今季のような好成績なら当然巨人も手放さないでしょう。ただ昨季は左膝の故障して離脱するなど、近年は故障がち。来季も好成績が続く保証はありません。2年契約を終えたライオフなら37歳シーズンでの復帰となります。広島は諦めていないから、あとは家族との時間を大事にしたいという丸選手の気持ち次第ということになりそうです。丸選手は巨人移籍後のある悩みを告白しています。それは東京ドームの Wi-Fi について。丸選手はチーム内ではゲーム好きで知られており、広島時代はゲーム機とモニターを持ち込みゲームをしていたそうです。マツダスタジアムにはものすごい強力な Wi-Fi が飛んでいたのに、東京ドームではオンラインゲームができないと嘆いていました。次に丸選手の広島からの移籍についてです。2018年オフ、広島は球団史上初のセ・リーグ3連覇を遂げましたが、2年連続 MVP の丸選手が巨人へ FA 移籍、胴上げに涙したファンの失望は察してあまりあり、特に丸選手に対しては裏切り者などの過激な反応が広がり、ネットは炎上しました。丸選手のユニフォームがインターネット上で赤い雑巾、年末の大掃除にどうぞ、ゴミといった過激なコメントを添えて売りに出されるなど、別れを悲しむ声にとどまらず、丸選手に対し裏切り者、金の亡者といった誹謗中傷、果ては脅迫めいた書き込みも相次ぎました。ただ丸選手が FA 権行使を決断する以前から、広島のメディア関係者はこれまでの FA とは違うと警鐘を鳴らしていました。弱い頃のカープから出ていった選手には、優勝を経験してみたい、満員の球場でやってみたいといった大義名分があり、ファンにも仕方ないという雰囲気があった。しかし今は3連覇中でスタンドはぎっしり、丸が出ていくとすればやっぱり金かと思われてしまうんじゃないか。丸選手の獲得に5年総額30億円以上を提示した巨人に対し、広島は当初の4年総額17億円から増額なし。確かに好条件になびいた格好ですが、昨年のうちにコンオフと同程度の条件を出していれば丸は広島に残留したとの見方が地元メディアに根強くあります。なぜ昨オフの契約公開で複数年契約を結んでおかなかったのかというわけです。これに対し広島の鈴木清明球団本部長は、そこが難しいところ、例えば年俸1億円くらいの時に3、4億円ポンと出せるか、何が起きるかわからないから、複数年契約を3、4人も抱えるのは苦しいと説明。丸選手の今期年俸2億1000万円からならともかく、昨期年俸1億4000万円から一気に3億円近く昇級させるリスクは負えなかったようです。また鈴木本部長は、金本智明が出た時も2年目に島重信が首位打者を取った、そういう選手に期待したい、大竹間の時も市岡がいた人的保障で加入、
丸流出は痛いけど、FA ってのはいつも失う覚悟を持って臨んでいる。相手、他球団からどういう金額が出ても、そこを追いかけても仕方がない。うちができる範囲のことを精一杯やる。無理して追いかけることはない。それ遺跡があっても選手を恨むことはない。と、従来の堅実経営を崩していません。ところで、これほど大きな遺跡はいつぶりでしょうか。広島の FA 遺跡は2015年オフの木村翔吾。主力選手で言えば13年オフの大竹寛以来ですが、衝撃度は米大リーグ、ドジャースへ移籍した黒田博樹とともに、新井貴浩が阪神へ移籍した07年以来かもしれません。丸選手はあくまで選手の権利を行使し、3球団と交渉した結果、巨人を選びました。行く先を選ぶ際の選択肢は、選手によって異なります。当然、プロである以上、金額で評価されるのは当たり前のことであり、非難されることでもありません。ただ、今回の丸選手が金額面だけで移籍先を決めたとは思えません。というのも条件だけを見れば、3球団の優劣は容易につきます。それなのに丸選手は交渉解禁から半月も悩み、最後の最後まで広島残留の可能性を残していました。条件面ではあれだけ開きがあるのにです。02年に同じように広島から FA 宣言をし、阪神へ移籍した金本智明氏と、今回の丸選手の巨人移籍が重ねられることもあります。いつしか丸選手は広島の伝統を継承し、その系譜に連なる存在となっていました。中でも自主トレの風景は強い印象を残しています。自主トレ期間、丸選手はマツダスタジアムなど広島を拠点にトレーニングをしていました。一軍になれば県外や海外で自主トレする選手もいますが、丸選手は面倒くさいと本拠地を拠点にトレーニングを続けました。そうすることで、まだ他県に出てトレーニングしようにもできない若手が丸選手と共にトレーニングすることができました。時間が合えば一緒に練習をし、野球談義に花を咲かせる、そんな姿を何度も見てきました。チーム内で主力、ベテランになると良くも悪くも影響力があります。ベテラン一人でチーム力が大きく左右されることはないかもしれませんが、良い影響力のある生え抜きのベテランがいるチームは間違った方向へは向かないはずです。丸選手は最後まで悩み抜きました。広島残留の可能性を最後まで残しましたが、わずかだった広島球団との隔たりは最後まで埋まりませんでした。あの時金本選手が阪神移籍を決断したように、わずかな差だったように感じます。丸選手は決断理由について、決断理由はいろいろあるが、最終的には原監督にカープのいいものをジャイアンツに持ってきてくれればいいと言われたし、まだまだ長い野球人生の中で絶対にプラスになるからと言ってもらえたので、野球人としてレベルアップしていけたらと思ったと語っています。丸選手の巨人移籍は広島ファンにとっては残念な出来事でした。しかし、丸選手は自らの野球人生を考え、FA 権を行使して移籍先を選んだのです。金額面だけでなく、原監督の言葉に後押しされたことも大きかったようです。いかがでしたか？今回は、丸佳浩選手の古巣復帰について、ご紹介しました。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると、嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。